こんにちは、赤星です。はい、じゃあ今日は3月4日月曜日ということで、3月になりました。なんとなんと、3月といえば、そうです、私誕生日の月です。誕生日ですではない、誕生日の月です。はい、25歳になります。25歳、20代折り返し、ちょっとやばいな、非常にやばいな。携帯がチロリン言うてるんですよ。マナーモードにしとけってね。はい。はい。ってなわけでですね。なんかだんだんね、ちょっと春の匂いしてきたかなと思ったら、夜になったらめっちゃ寒いみたいな感じで、最近はやっておりますけども。コメント来てましたね。毎回毎回寒い暑いの話で始まるの、マジ草。草生やすな。一人喋りやぞ、一人喋り。できんのか。はい、てなわけで本日も気温の話から始まる一人喋りをやっていきたいと思います。お願いします。この番組は、ダンサー兼映像クリエイター、旅人の、私赤星もいるが好き勝手喋るというだけの番組です。回応ごとの統一性等は全くございませんので、ご了承ください。はい、てなわけで、来週ね、ちょっとどっか行こうかなと思ってて、毎回恒例の誕生日旅行、一人誕生日旅行、寂しいっつってね、そうちょっとやっていこうかなと思ってるんですけど、行き先がね、まだ決まっとらんのですわ。のんきか、見やすのんきか。そうなんですよね。まあ大体その、何でしょう、東北一周の時も、去年の四国一周の時も、その東日本旅の時も、基本的に前の日の夜に予定決めてたんですよ。まあその、なんか一回話したことあるかもしれないですけど、予定の立て方っていうのが、行きたいところを頭の中で、頭の中でか、携帯でピックアップして、Google マップでピン刺して、位置関係を考えて、その頭の中で当日の気分と天気とかで、頭の中で組み立てるみたいな感じなんですよ。だから、新幹線の中とか、電車の中とかで、次何時何分の電車乗ったらここに行けるから、これに行こうみたいな、もうその都度、移動のたびに調べてるみたいな感じなんですよね。そうなんで、この間、だから去年の東日本旅に関しては、2日目に関しては、天気見て、当日行き先決めましたからね、朝起きて。そう、それくらいね、基本的にドラリクラリ旅名人なんですよ、私。なんで、そうです、来週何するか全く決めてないんです。一応、キャンセルできる状態の切符はあるんですよね。買い押さえみたいな。まあ、席の方は立つだけなんで、全然問題ないんですけど、どっかおすすめあります？皆さん。なんかね、おすすめの場所ある人はコメント残しておいてくれたらなと思うんですけど、なんかね、前回からね、ちょくちょくコメントお願いしますとか、メッセージ送ってください言うたらね、ちょくちょく来るようになりましたね。なんか最初のね、温度の熱い染めから始まるのマジ草って言ってたやつもね、こいつは知り合いでしたけど、何名かね、僕はちょっとどなたか、誰かっていうのを特定できない方がいらっしゃったんで、ひょっとするとね、シンプルに身内じゃないというか、もう単純にラジオからだけ知ってる人なんかなみたいな、ちょっとワクワクがあったりなかったり、ラジバンダリという感じで本日もやらせてもらってますけども、僕ね、好きな YouTuber がいまして、そういえば、西園寺くんっていう、西園寺チャンネルっていう、YouTube チャンネルがあって、めっちゃ鉄オタな学生の子の YouTuber チャンネルなんですけど、マニアックな鉄道解説とかじゃなくて、公共交通機関を使ってどんな面白いことができるかみたいなのをやってるチャンネルで、僕、全然電車とか詳しくないんですけど、その子のチャンネルだけ食い入るように見てて、今その子がね、日本一周旅みたいなやってるんですよ。で、なんかぼちぼち関西の方回ってくるんじゃないかなと思って、何でしょう、なんかファンの人に3日ったら予算から1000円引かれるみたいな、絶対捕まえたろうと思って、ちょっとね、関西張ってるんですけどね、まだね、ちょっとツイッター見る限り、X 見る限り、関西来てなさそうなんですけどね、
まあそんなこんなで今日はこちら行きましょう。旅の小話。はい、このコーナーでは365日仕事プライベートともにですね、日本全国あちこちを旅している私赤星がその旅先でのちょこっとしたエピソードをお話ししていくコーナーとなっております。はい、今日紹介するのはですねカッパうようよ号です。はちょっとね、冒頭でね、その西園寺チャンネルの話をしたのもちょっとそうなんですけど、今日ちょっと電車の話です。去年ね、四国一周旅っていうのを、僕 JR のね電車だけでやったんですよ。その JR 四国がその誕生日好きの人にだけ発売している3日間乗り放題の紙切符、2つの意味で紙があるんですけども、それを使ってね、四国一周巡ってきたんですけど、2日目の夜ですね、高知県の窪川っていう町から愛媛県のね宇和島っていうところに抜けるため、ここだけね特急列車がないんですよね。だからその各駅停車で一個一個止まって山道を抜けていくんですけど、なんせ山道なんでスピードがめちゃくちゃ遅いんです。で、調べたら3時間半くらいかかるんですよね、宇和島駅に着くまで。嘘だろうと思って、でもそこをね越えないと愛媛県入りするのにはそこをもう3時間半かけていくか、高知県からまたね香川の方を回って愛媛の松山に行き着くっていうすごい遠回りになるんで、どっちにしろ3時間くらいかかるんやったら近い方がいいかみたいな感じで乗ったんですけど、窪川っていう町からね、その駅から電車乗ろうとしたら緑と赤色の電車がバーンってあって、なんじゃこれと思ったら、カッパうようよ号って書いてたんですよ。なんか後から調べたら窪川から宇和島に抜けるのは JR 四国の淀線であってのかな、伊予の洋と土佐の塔かな、合ってるわ、伊予線、伊予線じゃなくて淀線らしいんですよ。で、どうやら観光列車みたいだったんですね。なんか他にもね、四万トロッコ、海洋道ボビートレイン、鉄道ボビートレインというのがあって、僕が乗ったこの、海洋道ボビートレインがカッパうようよ号っていう名前。なんかね、3代目のデザインらしいですよ。なんか四万十川にね、沿ってね、上がっていくんですけど、その四万十川を楽しむカッパの世界っていうのがコンセプトになった列車だそうです。いる？でもね、なんだかんだね、その電車もね、3時間半くらい走るとはいえね、そのうちの、30分ちょいくらいはね、なんだっけね、江川崎っていうところでの運転停車やったんですよ。もう、なんか30分間知らんおっちゃんとずっと、こんな駅やるんやねー、言うて駅から降りて、みたいな。そんな旅でやったんですけど、電車の中にね、カッパがおったんですよ。多分、そっか。このラジオのサムネイルにはならへんか。そう、カッパがおって。なんだかんだね、でも飽きずにね、3時間半過ごせましたよ、カッパのおかげで。YouTube にね、四国一周の動画上がってて、そこにね、カッパと一緒に座って電車に揺られてる僕の映像あるんで、よかったら見てもらいたいんですけど、そう、四万十川沿いにね、沿って走っていく1両編成の電車じゃないんか、何やったっけ、電車じゃない方の電車、汽車みたいなやつ、そう。それでねやってたんですけど、そのカッパうようよ号、この淀線っていうとこ行ったらどれかしらには乗れるみたいですよ。なんかこの四万トロッコってやつはこの新幹線みたいなやつのこと言うのかな、見た目でもなんかね、3両とも可愛いですよ。てか3両しかねえのって話なんですけど、そう皆さんぜひね、四国に行ったらカッパうようよ号ぜひ乗ってみてください。なんか時刻表で決まってるみたいですね、どの時間は何号みたいな。ぜひ皆さん、窪川って町に行くことがまずないと思うんですけど、この人はなんかあれやな、怒られるな。でもなんか観光地っていうカテゴライズはされてなかった気がするんですよね。窪川って町で、で、着いてから、そのカッパうようよ号、狙って乗ったわけじゃないけど、それに行き着くまでに、めちゃくちゃ時間があって、とりあえずコンビニ行くかと思って、近くのコンビニで調べたら、あったんですよ、ローソンが。徒歩15分くらいで。でもね、その窪川っ
ていう駅のその駅の待合室みたいなところにはコンセントがあったりとか食堂があったりとか、あのね、仕事ちょっとテレワークできるようなスペースがあって、駅はすごいね、なんか最近っぽい感じでしたね。でなんかあのカフェとかあのあって、その駅の周りにも行こうと思って調べていたら、ことごとくほとんどが4時しまいやってあれーみたいな、4時終わりみたいな感じでやってましたけどもちょっと今日は曲はみ出ちゃいましたねそう、あのね、四国一周旅の2日目はね、まああの例にも漏れず二日酔いから始まったんですけど、そう、なんかね、多分何回楽しんだんじゃない、あ、そうそうそう、あの高知でその12年ぶりに中学の時の友達になりましたよっていうね小話を一回やったと思うんですけど、その翌朝の日です。これ朝からね、あのまあ言うて高知といえば仁淀ブルーですよね。仁淀ブルーね、あのニコフチっていう名所があるんですけど、そこはちょっとどうしても車ないときついなっていうので、あの僕はあの中津渓谷っていうところにねいたんですよ。そこもあの綺麗なブルーで、まあ電車とバス乗り継いで行ったんですけど、このバスがねこのバスがね無視してくるんですよ、俺のこと。考えられないですよ待合室でバスの待合で待ってたら、あの通り過ぎていくんですよ、路線バスが。なことあるみたいな。で僕泣く泣くタクシー乗って中津渓谷と、その、まあ、バス2本乗り継ぐんですけど、1本目のところまではねバス乗せてくれたんですけど、2本目から全然ダメで、2本目のバス停まで往復ねタクシーで3000円使うっていう、たまったもんじゃないほんまに俺影薄かったのかな、やってられませんわはい、てなわけで、まあ、今日の旅の小話はですね、カッパウヨウヨ号でした。はい、じゃあですね、あの今日はちょっと順番を入れ替えてですね、この辺で曲行ってみたいと思います。あの最近マッチングアプリの広告で、あのウィズやったかな、タップルかな、かなんかの広告でよく流れてくる曲があって、僕その同じ曲をね、あの奄美大島の Vlog、 あの1日目の方、旅番組の方の、あの大浜海浜公園に着いた時の BGM で使ってるんですよね。ペーパープレインという曲なんですけど、あのね、YouTube 広告とかでは冒頭のイントロしか流れないんですけど、実はこんな曲だよっていうのをちょっと今日皆さんに知っていただけたらなと思いますので、今日はちょっとその曲をかけたいと思います。はい、それではお聴きください。ボーレガードでペーパープレインズです。どうぞ。Now you got me for the big
はい、お聞きいた、はい、お聞きいただいたのはボーレガードでペーパープレインズでした。なんか普通にかっこよない。普通にかっこよない。これがあのマッチングアプリの CM ソングです。何してんねん。何してんねん。インディードとかさ、まあ、ああいうあの言うたら職業検索アプリでたまにねあるんですよ。マッチングアプリの広告を作ってもらいます。業務委託で1本いくらみたいな。まああれがね、まあ、タップルなのかウィズなのか何なのか分かんないですけど、まあたまにね全然知らんやつとかあるじゃないですか。やったりもするんですけど、まあそうやってね個人の方がその自分で契約してるフリーの音楽サイトとかから曲引っ張ってきてやってるんでしょうけど、まあそれが一緒やったんかな。はい、てかあれってさ、そのさたまにそのちょっと綺麗な女の子立たしてさ、そこにちょっとカメラ寄ってって、寄ってく間に女の子がちょっと顔を上げてニコって笑ってタップルで終わるやつとかあるやんか。あれでいいのか。あれでいいのか。なんか iPhone で作れそう。映像作ってるやつが言うたらあかんけど、あれマジ iPhone もうなんか全員でっぽいやつ作れるで、あれほんまに。はい、いやね、普通にかっこいい曲でしょ、ペーパープレイズ。僕もこれ聞いてしょ、ああもうこれ大浜海浜公園やと思って。何や大浜海浜公園っぽい曲。いやよかったですね。なんか僕だからこの曲聞いたら大浜海浜公園を思い出すんですよ、奄美大島の名所ね。そう、今度ねまたカフェで知り合った所持金2000円で奄美大島に行った高校生の話をします。もう気になるやろこの段階で。そう、この間もね近くの家の近くの駅の下でばったり会って、何してんのみたいななりましたけど、いやおもろいな人生。はい、じゃあここでメッセージいただいております。プライベートアカウントを作って早速暴走してるん、マジ笑った。あ、これ名前呼ぶの忘れたね。ギラギラギンギンさんです。ラジオネームとかねえから、そういう仕組みねえから、ギラギラギンギン。何やねん、こいつ。年上やったらすいません。はい、そうなんですよ。でも多分これ、誰かなんやろうな、知り合いなんやろうな。プライベートアカウント作りますって、インスタグラムの。いや、ちゃうんすよ。いや、これはね、ちょっとね、俺は強く主張したい。もともと、普通の、いつも使ってる、チャンネルじゃない、アカウントがあって、そこでね、まあ言うたら、まあ言うたら旅行中とかも、まあ、普通にプライベートとか友達と遊んでる時とかのストーリーとかも普通に上げてたんですよね。で、まあ例えばですけど、なんか、まあ飲んでる風景映してめっちゃおもろいとか、なんか、まあそういうのも普通に上げてるんですよ、そのメインアカウントの、カメラアカウントの方は一切上げないんですけど、そういうの。まあ、言うたら別に僕はその、まあ、インスタグラムからね、お仕事いただくことももちろんあるんですけど、ビジネスアカウント、ビジネスの手段としては別にアカウント運用してないんですよ。もうだから、プライベートで自分が好き勝手やるようなアカウントっていう位置づけで、なんかその、まあ、有名人とかがね、まあ多分、その、本人のプライベート用、そのリアルと友達用のアカウントとか作るのわかるんですけど、別になんか自分そんな人間じゃないし、てかなんかただの一般人やし、別になんか普通にしていいんじゃねえと思ってたんですけど、まあちょっと怒ってますよ私は。まあある日ね、まあ久々に大阪に帰ってきた昔からの友達と、まあちょっと家で飲んでまして、まあお酒も回ってる中で、まあその様子をね、まあストーリーに友達が挙げたのを、まあ引用したんですよね、ストーリーを引用。まあ、自分が撮ったわけじゃなくて、人が挙げたやつを、なんか、引用するってことができるんですけど、まあ、その予想で、まあ、僕はまあ、楽しかったし、名の気なしに、バーって引用したら、まあ、とある方からメッセージいただきまして、まあ、レッスンとかやってるんでね、まあ、最近のね、もう子供はもう小学生とかでも、インスタグラムのアカウント持って自分でやったりしてるわけですよ。とか、まあ、そういう子が見たりしたときに、イメージ的にどうなんだという指摘を受けましてですね、
あのこの手のわけわからん指摘に関しては僕真っ向から立ち向かいますよ本当に。いや、あの別にそのなんでしょう、あの知らんがなと見せんな見せんな。でこれまたあの、まあ、僕の生徒のね、僕が教えてる子の親とかならまだまあそのなんだろう、あのまだちゃんと話す気になるっていうか、あのまあなんかそういうこと言ってくる親御さんもまあいないですけど、あの僕のとこ来てくれてる生徒の生徒さんの保護者さんにはそんな人いないですけど、まあ仮におったとしてもよ、おったとしてもまあまあまあみたいな、話せばわかるかみたいな感じなんですけど、あの全然その何レッスンに来たこともない、あのワークショップに来たわけでもない、作品に出たこともない、なんなら俺喋ったことないところのお母さんからなんですよ。お母さんと言っちゃったもん。意味わからん、意味わからん。まあでもまああれですよね、まあそれがまあそれもあるし、まあなんか変な話、そのなんでしょう、僕ってはい、じゃあこの日休日ですっていう休日がないわけですよ。だから変な話、僕がもう今日オフにしようとかそういうふうに思った日が休日になるわけで、裏を返すとそう決めないとずっと仕事をしてるんですよ。あの僕がよくね、あのよく居酒屋さん の, あの店長さんが俺今17連勤とか言うてますけど、いやめっちゃ大変そうなんですけど、あの変な話、なんかもう半17連勤くらい普通に行きそうなんですよね俺。まあそのね、居酒屋さんの17連勤と比べたら全然そんな過酷じゃないんですけど、まあそこを比べたいんじゃなくて、本質は、話の本質はそこじゃないんです。はい。で、そのしんどいなと思って、それが例えばですけど、あの2週間後納期ですってなって、じゃあ2週間後作って送りますねみたいな。でまあその撮影が終わって2週間後納期やなっつって、でその撮影の3日後ちょっとお風呂と思って、なんか1日パーって遊んだりとか、まあ、旅行行ったりとかしてる時のストーリー見て、まあ、そのそれをね、僕のアカウントフォローしてる会社、その相手の会社さんの人が、え、そんな遊び行ってる暇あるんやったらちょっと急ぎでっていうか前倒しで編集してくれませんかみたいな、まあ1回やったんですよ。その何でしょう、休んだらあかんのかとっていうこともありえので、まあこれは総合的に、あの僕もアカウントいっぱい持つの嫌いなんですけど、まあ総合的に考えて、あのもう個人アカウント持った方がいいんじゃないかなと思って、まああの数の赤星アカウント作りました。はい、あの JK の裏垢みたいなことになってますけども、はい、あの一応ね鍵制にしようかなと思ってます。なんであの誰でもフォローしてもろて、はい、もう完全にあのうちの身内らにいろいろ報告する用のアカウントです。なんであの部外者はフォローしてこないでください。見っけても赤星って言ってもヒットせんからヒットせえへんから、そんなんじゃヒットせえへんから、はい、もうその辺の対策もね打てました。まあ、ヒットしたとしてもあのフォローリクエストが必要なんでね、はい、もうそういう人はフォロー認証しませんので、はい、なんかもう賢明な判断かなと思って、まあ、だから友達との写真とかってあんま載せんかったんですけど、もうそういうのもバンバン載しちゃおうかなと思っております、私は。はい、奄美大島の林圭司くらいじゃない、ちゃんと友達との写真インスタに載っけてるのって。なんかね、そのまあ言うたら初見の人がパッてインスタグラムのアカウント覗いてくれた時に、こいつは何の人やっていうのがね、なんか分かりやすい方がいいかなと思って、ちょっとそういうのだけは気使ってたんですけど、よくよく考えたらなんかカメラやってなんかね、ラジオやってダンスやってなんかもう何の人かだんだん分からなくなる日なんで、私はダンサーです、私はダンサーです、大事なことなので2回言いました。はい、まあそんなこんなで、そうそうそう、あのうるせえ草生やすなプライベートアカウントくらい作るわ作らないってられへん。だって今だってそのまあ本アカでしょ、いわゆる。そう、カメラ用のアカウント、あとは、まあ、その自分のプライベート用のアカウントと、今ウェディング用のアカウントで4つも無理。もう俺ただでさえインスタ上げるのちょっとめんどくさいなと思うタイプやのに、はぁんはぁん、そんな感じでやっております。あ、もう25分なんですね。はい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 、次回ゲストが来るかもしれませんさらっと言うたけど、ゲストが来るかもしれません。
はい、今ちょっとスケジュール調整中ですが、え、出してやって言ってきたんで、あの最初はね YouTube 出るみたいな話だったんですけど、あの顔出し NG なんて、もう顔出し NG でね、あのずっとこのラジオ聞いてくれてる人は察しがつくかもしれないですけど、やつが来るかもしれません。はい、やつが、あのね、この間僕ちょうどトラック提供して、その曲がねこの間上がってきたんですよ。まあデモバージョンですけど、聞いてみて、なんかずっと怒ってましたね、曲の中で。怖かったっすね。いやでもラップうまいんでね、彼。あ、タグテム君です。なんかごめんな、さらって言うんだけど、そのゲストが来ますみたいなテンションにするにはちょっともったいないやつやなと思って、ごめん。なんかもうちょっと、なんやろ、もうちょっとなんかの、なんやろ、そのこんな人が来ますよのテンションで行く人はちょっと選びたいかな。あ、今日もピースが終わっちゃったよ。そうそう、この間ね、そのいつも流れてるこの今日もとってもピースっていうあの BGM なんですけど、まあ、この BGM 前も話したことあるかな、コロナ禍の時にね、まだ僕学生やった時に一瞬ね、ジグピースっていう YouTube チャンネルを他のダンサー2人と一緒にやり始めて、まあ、僕ずっと裏方やったんですけど、撮影したり編集したりの側やったんですけど、その時にね、BGM 欲しいよねって言って僕が個人で作ったやつです。この今日もピース、今日もピースっていうちょっと1分半くらいの BGM をラジオ用にね、ちょっと10分くらいの BGM にして、今日もとってもピースっていう名前にして使ってるんですけど、これがね、この間とある YouTube チャンネル運用される方、これから YouTube やるよっていう方にね、この BGM 欲しいって言われて、なんか最初はちょっと購入みたいな話になってたんですけど、いやいや、あげますよこんなもんつってあげました。使いたい方いたら、ぜひね、インスタグラムとか G メールで送ってください。今日もとってもピースってやつですね。で、一回多分ラジオでかけたこともあるけど、俺らジグピースっていうそのオープニングソングもね、自作したんですよ。とその、まあ、言うたらよく話題に出てくる村人くんっていうそのダンサーと、もう一人ね、今アリゾ八丁っていうチームでダンサーとしてやってるユッチっていうダンサーがおるんですけど、の2人がね、僕のそのふざけたトラックの上でラップをかますっていうオープニングソングやったんですけど、あれね、わりかしね、身内には好評でしたよ。俺らジグピース、はい、なんかそんなことをね、いろいろやってましたね。その副産物でラジオやってます。そう、ガラクタの寄せ集め。誰がや、ガラクタの寄せ集めラジオ。はい、てなわけでですね、もう時間が残り少なくなってまいりましたんで、まあ、締めの方に、締めなんかあったか、このラジオ。最近よくね、TikTok をたまに、ね、最近よく TikTok をたまに覗く、日本語もとうとうおかしいな。Ado シンガーの、なんか配信みたいな、切り抜きみたいなのが流れてくるんですけど、あの人よく一人であんなに喋れるよね。俺ちょっとだって一人で30分喋るのもちょっと難しいもん。そうで、この終盤になって、あ、そういや、こんなこと、これ喋り忘れてるとか、なんか思い出すっていうね。まあ一応ね、この空間にはもう一人おって、今僕めっちゃガン見されてるんですけど。え、なんでね、なんか初回お経みたいやったやんって言われた。誰が30分お経を読むねん。はい、ってなわけでですね、今日はちょっと夕方のね投稿になりましたけど、まあ、ちょっと昨日ね夜来客がありまして、スケジュール上ね、今日は3月4日に当日に撮って当日に配信するというスタンスでやっておりますね。はあ、ちなみにこのねエンディングのスターリーアイドも一回マッチングアプリで流れてましたね。俺なんやろな、マッチングアプリの広告めっちゃ流れてくるし、めっちゃ曲かぶるしで、いや俺は始めないぞ。どんな感覚なんでしょうね、アプリで知り合った人とは思って。でもなんか人生経験として一回そういう場面は出くわしてみたいなと思いますけど、まあいいや。来週も皆さんよろしくお願いします。今週も元気で頑張りましょう。バイバイ。